どうもどうも、今ですね、2便目を下ろし終えて、2便目をですね、下ろし終えて、3便目の荷下ろしまでにね、時間があるので、ちょっとね、散歩がてら、ここ、何？港公園？港公園だとか言うんですけれども、このように、なんかみっともないでしょ？私の住むとこはこうなんですよね。荒れ果てまくってますよ。まあそれはいいんですけれどもね、ちょっと時間がある関係で、ちょっとこの辺りをうろちょろしてみようかなという感じです。これ面白いでしょ。あ、そうですね、今ちょっと風がゴーゴーになるかもしれませんね。風がゴーゴー言ってたらすみません。まあ今ですね、歩きながら撮影しているので、もしかしたら画面もねすごい揺れてるんじゃないのかなと思います。はい。で、近々ね、アクションカメラ買おうと思います。 GoPro Hero 7っていうやつなんですけれどもね、それ買おうかなと。今見た建物がこれですよね。ここね、実はトイレになっているんですよ。実は言うとトイレです。まあちょっと今トイレ入りませんけどね、あんまり人が近寄らないような。私もね、何年か前は来たことあるんですけどね、なかなか地元ですけど来ません。入川と欄干橋、入川塩田に海水を引き込むために水路として作られ、運河としても利用されたと。まあこんな感じが、この辺はですね、塩田の町なんですよね。昔なんか藩の御用達で、藩の御用達か何かで塩田を塩を作ってたんですね。ここ萩藩七大当主毛利ですね。まあで幕府に献上していたというところです。赤穂の塩も有名なんですけれども、ここは全国第2位の塩の産出を誇ったというところです。まあ全国的には赤穂の塩の方が有名なんじゃないでしょうかね。まあこの辺でね、リスト作業してますよ。今はね、柵があるでしょ。ちょっと見えますかね。なんかね、テロ対策でそういう、まあ日本全国のこのこういう岸壁というか港の方にはこういう柵はしてあるかと思います。昔はですね、よくその岸壁に入れて、釣りなんかができてたんですけどね、今はもう全くできないような感じですね。はい、こんなとこです。ここの県営上屋もですね、昔はなかったんですよね。こんな感じです。まあさすがに岸壁に
来るとね、風はあるんですけれども、今日はね、比較的暖かいですよ。風がなかったらね、本当暖かい一日なんじゃないのかなと。こんな感じです。船を形取ってるんでしょう。でもね、これまあ今草が刈ってありますけどね、草が刈ってありますけど、おそらくですね、ほとんど人が来ない。ここに車を止めている人は、ここに仕事に来ている人の車だと思います。本来ならね、ここの公園を利用する人が泊まっているんでしょうけれども、もう全然そういう感じじゃないです。もう、まあ、要するになんか、税金の無駄遣いというか、なんか、そんな感じがして、私は嫌いですね、こういうな。そんなところですね。はい。まあですね、私、まあ、一日、まあ、地場産業の仕事といったって、一日ね、車の中へいたんじゃね、腰も悪くなるし、お尻がね、なんかね、痛いですよね。なので、まあ、時間があるときには、こうやって、散歩がてら付近を歩いてみようかなという感じです。まあ、時間があるからできるんであって、まあ、この辺はね、立ち入り禁止になっておりますので、まあ、そばまで十分に行ってもいいんですけどもね、不審者に思われちゃいけないので、はい。あそこにもでっかいリフトいますよね。でっかいリフトは。給料いいのかなと。給料いくらくれるのかと。まあ、私が今持ってるリフトの免許じゃあれは乗れないなと。まあ、あれを果たしてリフトというのかどうかはわかりませんけれども。じゃあ、この動画は以上になります。風の音もボーっとかなんかね、画面も揺れたりして申し訳なかったですね。じゃあ皆さん、今日も安全運転で行きましょう。